皆さんこんにちは。今日もウィレアプリの動画を始めていきましょう。今回の動画では、ウィレアプリで4月に小規模のアップデートが来るんじゃないかということについて話していこうかなと思います。今日来たお便りで、今週開催の以下のイベントは週の前半と後半に分かれてそれぞれ開催されますという通知が来ました。この通知が来ると、だいたい木曜日にウィレアプリでアップデートの方が行われています。実はウィレアプリは去年の4月上旬にも、この時期に小規模のアップデートが行われていたので、去年はどういった変化があったのかについて話してから、今週は、どういった変化が来るのかについて個人的な予想をしていこうかなと思います。昨年の4月アップデート後に、実は新レジェンドの方が搭載されていました、それがアーセナルのレジェンドですね。ピレス選手やキャンベル選手、ジウベルト・シルバ選手などが、去年の4月のアップデート後に、新搭載されていました。これ以外ですと、通常選手のポジション適正の追加などがありました。ネイマール選手のセントラルミッドフィルダーが、もともとは適正なしだったのが準適正になったり、オーバメヤン選手のオフェンシングミッドフィルダーが適正なしから準適正に変わったのも、去年の4月アップデートの時でした。他に、昨年のアップデートで変わったことは、J リーグの選手のユニフォームの更新とかですね。他には、トレード機能の、検索の仕方が簡単になったり、自分の手持ち選手の、獲得順っていうのに並べ替えたりすることができるようになったのも昨年の4月アップデートの時でした。あとは、そうですね、4月とかに開幕する中国リーグの、選手の入れ替えなどもありましたね。2月に行われる中型アップデートほど、大きなものではないんですが、割と、こうやって見てみると、細かいところがいろいろと変わってると言えるアップデートが来ていました。今年の、データパック 6.0、4月アップではどういった変化が訪れるのかについて、個人的な話をしていく前に、実は、インターネット上で今、他の海外の YouTuber さんが4月アップデートにはこういったことが来るよみたいな動画を出しているんですよね。例えば、ラウタロ・マルティネス選手が金から黒に黒昇格するんじゃないかみたいな画像や、ミランなどで活躍していたカカ選手の、アイコニックモーメントが来るんじゃないかみたいな、画像の方が出回っているんですが、これらの動画にはプリディクション、予測や、ポシブル、可能性があるという、言葉が使われており、本当に、来るかどうかはまだ分かっていません。ただし、今週、ウィレアプリの方に通知で、今週はイベント分散させますということだったので、何らかのアップデートがあるというのを確定しているんですよね。なので、ここから個人的な予想に本当に入っていこうかなと思います。個人的な予想の一つ目ですが、まず新アイコニックモーメント、こちらは誰かしらの選手が来る可能性が高いと思っています。実は、コナミの公式からアイコニックモーメントで搭載が決まっているにもかかわらず、まだ登場していない選手っていうのがいまして、その選手が一番最初に来る可能性が高いんじゃないかなと個人的に予想しています。コナミが公式に搭載を発表していて、まだ登場していないアイコニックモーメントは以下の選手になります。レアルマドリードからカシージャス選手とモリエンテス選手、アトレティコマドリードからディエゴ・フォルラン選手とフェルナンド・トーレス選手、リバプールからシャビア・アロンソ選手、この5人となっております。これ以外にもデータパック 6.0 で何らかのアイコニックモーメント、新しい選手は出るかと思いますが、少なくともこの5人に至ってはもう近いうちに搭載するんじゃないかなと思っています。個人的な予想2つ目は、J リーグのユニフォームの更新、こちらの方は行われるんじゃないかなと思っています。例えば、今年からジュビロ磐田から FC 東京に移籍してきたアダ・ユートン選手なんですが、まだユニフォームの方がジュビロとなっております。遺跡の方は反映されていますが、ユニフォームの更新はされていないので、こちらも昨年と同様に変更はあるんじゃないかなと思っています。3番目に、ポジション適正の追加、こちらについてはちょっとグレーかなと思っています。というのも、今、諸般の事情によって3月の中旬から、今にかけて、公式戦の方が行われていないということを考えると、ポジション適正の追加は去年は多くの選手に、実行されていたんですが、今年は来たとしても人数は、昨年よりも少ない可能性が高いかと思われます。個人的な予想としてはこの3つが変わるんじゃないかなと予想しています。また最後にですが、ユーロ2020、こちらの大会そのものは延期となってしまったんですが、ウィレアプリの、Twitter 英語版の公式アカウントではまだこちらのツイートの方が固定されています。このことを考えると、ユーロ2020自体は延期となってしまいましたが、これ関連のイベントとかは来るんじゃないかなと思っています。
ただし、期日の方が4月30日にダウンロードできますとなっているので、少なくとも今週の、ウイーレアプリの、小規模アップデートにはこちらは含まれないものと思われます。はい、ということで今回の動画は、今週、小規模のアップデートが来るんじゃないかということについてお話しいたしました。もしね、皆さんの予想の方で、いや、このアイコニックモーメント選手が来るんじゃないかみたいな予測とかがあればね、ぜひコメントの方で教えてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。